人気じゃないですか。え、なんか笑い声しない？気のせい？なんか今笑い声聞こえた。え、怖い！お化けいるんだけど。で、ふーたんが遊びに来た時さ、船長がさ、家中の電気全部つけっぱだからさ、え、マリン、これってつけっぱでいいの？って聞かれたんですけど、船長ね、暗いところ、暗い空間に入っていくのが怖くて、わかる？怖いんだよね。家出るときも電気消さないの。帰ってきたとき怖いから、暗くて。船長がすごい怖いなって思った、あの、コピペがあって、なんか、友達ん家で、なんかひとしきり遊んだ後に、ま、その主人公は帰り道にね、着くのね。で、途中で忘れ物をしたことに気がついて、その友達の家に戻るの。で、ピンポンしたけど、誰も出ないのね。で、開けてみたらドアが開いてたからガチャって入るの。したらば、真っ暗なのね、家の中が。でも、友達はもう寝てるだろうなって思って、電気つけないで、忘れ物だけパッと取って帰ってったの。したら、その、次の日、その友達が殺されていて、で、現場には、こう書き残されていたの。電気をつけなくてよかったな、っていう、コピペがあって、むせちゃん、これはもう、ほんと怖くて、もうこれ見て、これ見てしまってから、いつもね、暗い部屋の電気をつける瞬間に、そのことがね、頭をよぎっちゃってさ、怖くてさ、だから、船長は基本的に部屋は暗くしない主義なんですよ。うん。おお、よしよし。ちょっと、子供扱いしないでください。電気代がお化けより怖い。あ、電気代！電気代か、船長ちも電気代えぐいよ。ちょっと多分、いろんな電化製品をつけっぱにしてるからかな。ね、船長電気もつけっぱだしさ、ありとあらゆるもの全部つけっぱなしだからさ、結構電気代、えぐいんですよね。いくらくらいだと思う？みんな。船長んちの電気代。毎月いくらなの？いくらだと思いますか？じゃ、まずは君たちのね、予想を聞きたい。はいはいはい。2万、3万、9千、5、5万5万は高すぎるだろう。なんだそれ。電気代で5万はやばくないか。2万。3万。あーね。はい、船長の電気代は、ありとあらゆる家電というか、ま、電気、家の電気全部つけっぱで過ごしていて、2万5千くらいですね。月。よく実家にいる頃は、もう本当に親にいつも、電気を消せってすごい怒られてましたね。でも、もう怖いから絶対消したくないの。怖いよね。高い？高いよね、多分ね、これ。そう、なんか実家でも船長がいるせいで電気代がめっちゃ高いってね、よくね、言われてました。なんかたまに友達ん家とか行って、友達がなんか、電気、とかパソコンとかさ、落とすじゃん、普通そういう友達とかってさ。普通の人ってパソコンとかの電源落とすじゃん。え、船長パソコンの電源さ、落とさないからさ。ずっとつけっぱなの。なんか、何か不具合が起きた時以外、シャットダウンしないのね。電気代を安くする。いや、違うじゃん。ちょっとそんな気使わないでくださいよ。ありがとうございます。え、なんか申し訳ないな。そんなつもりじゃなかったんですけど、電気代。ちょっとすいません。すいません。ちょっと、ごめんなさい。そんなつもりじゃなかったんです。すいません。気を使わせてしまってすいません。ありがとうございます。